はい、こんにちは。すみません、ものすごく長いことほったらかしになってまして、ちゃうねんちゃうねんっていうか、ちゃうことないけど実はね、まあ知ってる人は知ってると思うんですが、うち猫3匹いるじゃないですか。こてつ、うつつ、ゆめ、3匹いるでしょ。それまあ知ってる人は知ってると思うんですけど、ここの事務所のね、そこの中庭に、育児放棄で放っていかれた子猫を保護することになっちゃったんですよ。猫アレルギーやのに。もうね、もう虎徹で今7年目、6年かな、丸6年、6歳、びっくりするやろ。もう今ね、6キロ近い体重になってまして、大変で、6キロ近いじゃん、7キロ近い体重になってまして大変ですが、でね、まあ、知り合いに、まあ、でも知り合いというか定年されてしばらくする方なんですけど、淀のお金持ちの家でね、で大きいお屋敷なんですよ。でまあもう弟さんとお父さんと3人で暮らされてたんですが、もうお父さん亡くなられて、で弟さんはもう家出られて、でどうしようかいな思ってるとこに、その工場地帯、もともと何もなかったっていうか、その田舎のね淀の土地に建ってる大きいお屋敷なんで、周りねどんどん工場が建って、でまあ行き場所がなくなった野良猫がね住み着いてしまいよったんですって、一匹で。まあしゃーなしにご飯時々あげたりとかしてたみたいなんですよ。ならしばらくみんなもう死んだんかな思ってたら、ある日突然4匹子猫を連れて来たらしくて、でまあもうしょうがないのでご飯あげてはったらしいんですけど、もうそのまましといてもしゃあないし、この子ら保護しようかな、もう全然そのもう今まで猫とか飼ったことない人らしいんですけど、全然経験ないけど、もうこの子ら家に入れて、もうね、他誰も人間いいし、自分だけやし、もうええか思って、入れる決心をしはったらしいんですけど、親猫と子猫一匹はすぐ中に入ってきて、土間で暮らし出したらしいんですけど、一匹は、なんか、どっか行ったのか、カラスかなんかにやられたのか、いなくなって。で、一匹は、なんかもらい手ができて、もらわれていかれたらしくて。で、あと一匹いるじゃないですか。で、親と一緒に入ってる子と、もう一匹いるんやけど、その子なかなかね、警戒心強くて入ってこなかったらしくて。で、ね、ほっとくのもあれやし、捕獲器、アナグマとかに使う捕獲器でね捕まえたんですって。でようやく土間に親と一緒に入れたらしいんやけど、親と一緒にいるのは多分大丈夫やったんやろうけど、その人が顔を出すと、もうどっか隠れておらんようになってみたいなことがあったらしくて、で私の別の知り合いがね、そんなん子猫いるんやったら私飼いたいわ言って、2匹引き取りたい子猫の方っていうので、その2匹を連れて行って、まあ連れて行く時もそのね、捕まらんかった方がね、もう大変やったんです。全然捕まらなくて、でまあ大変やったんやけど、2匹なんとか捕まえてそこへ連れて行った
連れて行ったらね、と渦巻さんの人なんですけど、その日の夜に電話がかかってきて、あの一匹のあの頑固やった子がおらんようになったっつって、頑固やった子って言われてた、頑固やった子がおらんようになったっつって電話かかってきて、でもあまりに頑固、こんなに頑固やったら私もそのこれから先あの育てる自信がないわと、やしもう一匹のそのおとなしい方の子だけ引き取って、その頑固な子はとりあえず捕まえて、あの先方にお返ししようかしらっていう話になって、で捕獲聞かせてくれへんかみたいな話になったんですよ。なんで、いや話聞いてたらさ、もうその返された方ももう言うたら帰ってきたらもうそんな子うちにも手を負えへんかもしれへん、もうだって初めて猫飼う人やしね、そんな子うちにもちょっと手に負えへんかもしれへんし、ほなもうしゃあないからその親猫と一緒にやっぱ野良に返そうかなと思うみたいな話になってまあそんな聞いちゃうとさ、じゃあもうその子うちで引き取ろうかみたいなことになっちゃって引き取ることになりましてでまたね、その引き取ってくれ引き取ってくれへんみたいな話になってた時が、あの堀江がちょうど堀江邸、前回の9月の堀江邸をお休みさせてもらった辺、もうあの胃腸炎で熱出してうんうなってた時にもうその話やったんで、えらいことにやってたんですけど、もうとりあえず行きますわみたいな話で行ったんですけど、でうちの子に結局なることになりまして、今まあそのね、猫エイズとか白血病とかのあのなんかいらんもん持ってへんかどうかをはっきりするまでちょっとまあ隔離して違う部屋で飼ってるんですけど、マレって言います、希望の木って書いてマレ、だからコテツ、ウツツ、夢、マレね、4匹になったんですけど、そのマレーがね、結構ねやっぱりずっとかたくなに頑固でっていうか、結局ね怖かったみたいで、で慣れてくると意外に甘えん坊さんでよかったんですけど、で網戸越しとかにこうその部屋の中見せて、3匹にねその部屋見せて反応を見てたんですけど、結構なんか3匹とも悪くない反応で、でマレの方もなんか早行きたい、そっち行きたいみたいな感じのリアクションなので、まあね、半月から一月半ぐらいはかかるかもみたいに言われてたけど、まあもう合流してからもそんなに心配ないかなっていう感じではあります。はい、それでバタバタしてて全然、まあ、それプラスね、今抱えてる編集作業が、その胃腸炎で全然進まずで、もう爪になってるので、もうどうか取るところじゃなかったんですけど、まあ、いろいろありまして、はい。こんな感じになってしまいました。すいません。すいませんっていうか、これ待ってる人がおるかどうかもようわからんけどな。はい。そんな、どうせ見てへんやろ。ね。なんか知らんけど、でもなんかね、チャンネル登録者が増えてた、一人。で、一人増えてね、だいたい、ちょっとしたらもう一人変ね。今のなんか、低いとこをね、行ったり来たりしてます。はい。今日は、まあね、昨日の晩からずっと、今日の朝までやって、作業をね、で、ちょっと寝て、で、また朝からというか、午前中からちょっとやって、さっきご飯、さっきというかもう、どんだけなの？もう4、5時間前やわ。さ、でも、昼ちょっと遅かったんで、3、4時間前かな？に、ね、事務所の近所のお蕎麦屋さんで、ざる蕎麦1枚でちょっと引っ掛けて帰ってきて、2時間ほど今寝て、で
作業に戻るのもちょっと今しんどいので、ちょっと久しぶりに動画撮ろうかなと思って、今日はねこれをしばらくね見かけてなかったんですよ。でこれね、どのぐらい前、2年ぐらい前かなにすっげー食べてた時期があって、毎日ぐるほど食べてた時期があって、これねどうなんやろ、限定なのかな、もうね全然見かけなくなって、あれもうなくなったんやなって買うのを諦めて今に至るんですけど、昨日スーパーに行ったら久しぶり見つけて買っちゃいました。カップでヤクルト、食べるヤクルトっていうね、もうねヤクルトあるでしょ、あの飲む方のヤクルトね、あー全然、そう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 、こんな感じね、飲むヤクルトね、あのヤクルトそのまんまの味です。もうなんかアレンジしたりとかじゃない、もうそのまんまヤクルトそのまんま、なんかあのプリン状にしたゼリー状にした感じですね。ゼラチンと寒天と両方使ってんねんな、今初めて知ったわ。いただきます。うん、これこれ、そんなにヤクルト好きやったらヤクルト飲んだらええやんって思うでしょ。この味のもんを固形で食べるっていうのはね全然違う。でまたね、あ、そっか、でもこれ寒天使ってるからこの感じなんでな、あのふわとろっていう感じでもないのよ。かというてそのゼリーみたいなプルルンの感じでもないのよ。この間さ、話変わるけどね、あの元々分かってる、これってあの空想レストランっていうチャンネルなんですよ。あの堀江の毎日なんかを食べてみようっていうのじゃなく空想レストランっていうチャンネルで、で店長のユージっていうのとね、バイトの若林直子っていう3人で、その堀江が料理のうんちくを垂れて、この後まあエンディング流れますわ、原田裕之さんのあの空想レストランのテーマ内容に入ってるけど、の堀江のうんちくを聞いた後、なあ作ってきます言って堀江が料理作って、それを3人で食べるっていう、もうあの何の建設的なこともない、チャンネルやったんですけど、それでも結構な本数取ったんですけど、それがだからね、コロナで、まあ3人集まってね、この狭い事務所で3人集まって撮るっていうのもどうやっていう話で、一旦中止してたんですよ。で、中止したままなんか立ち消えになりそうやったんで、まあ知ってる人はね、いや、そんなん分かっとるわいって話やけど、ちょっとなんかで再開しとこうかなって、一人でも構わへんしと思ってやり始めたのがこれやってっていうか、もともと生配信の練習がてら、おっさんがご飯を食べてる姿を生配信するっていうだけのことを
その時ちょっと事情があって、事務所で飲み食いすることが多くて、ご飯をね、まあほなついでにやってみようかなと思ってやってたんですけど、何の話してたっけ。いや最近ほんまね、何の話してたっけ率がすごい高くなって、でこれこの時は撮ってるからね、撮ってるからいいんやけど、後で編集の時に見れるからね、ああこんなこと言うてたんやって忘れてしもとんなこいつも思いながら、はははは笑いながら見てるんやけど、実生活でねこれがあるとさ、いやほんま覚えてんの。まあいいか、多分大したこと喋ってなかったでしょ。ちょっと戻してみてください。こいつこれ喋ってたん完全に忘れとんなーはーはー思って見てもらったら、はい、な感じで、久しぶりに動画をお届けしたんですが、いつも以上に大したこと喋らずに、でもねこれはぜひとも食べてみてください。今なんかスーパー行ったら普通にあるみたいなんで、はい、絶対美味しい。もう変にヨーグルトとかね買うよりこっちの方が美味しい、美味しいというか、まあ乳酸菌シロとかもヤクルトなんでね、もうしっかり入ってるので、よかったら食べてみてください。はい、今日はじゃあそんな感じでバイバーイ。この後地獄の作業に戻るよ。見つかります。